イツまきねチャンネル、皆さん今日もポチッとありがとうございますね。見てこれピアス可愛くね。ということで今日は何の話をしたいかというと、もうさネイルについてのもうねコメントが多いの。コメントとか DM とかでもないやついけない。妊婦なのにネイルしてていいんですかとか、いつまでネイルしてるつもりですかとか結構来るんです。ということで今日のネイルを見てください。ということで、そう私ねネイルが本当にマジで大好きで、しかもさ派手なのよ。毎回ねインスタグラムとかでネイル載せて、ね、カービィちゃんとかね今回載せたりとかしてて、いつももうデコデコのこうぷっくりっていうねやつが大好きまるなの。だから多分ちょっと目立つじゃん。そうちょっと目立つじゃん。目立つからわかる。だけどもう本当にちょっと怒ってる人が多いから言わせていただきたい。ネイルを多分したことない人とかは分かんないと思うんだけど、私のちょっとこの画像見てください。こちら傷だらけでしょ。これがネイルが1本でもかけると私は肌を傷つけまくるんですよ。はい、一見ネイルってなんかなんだろう、鋭いとか長いとかで危ないとか思うじゃん。だけどネイルに慣れてる人とかだともう逆に安全なんですよ。マジでこれまずやったことない人何言ってんだクソがって思ってるかもしれないけど、本当にマジで私はアトピーで常にこう肌をプリ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 嗅ぐ人なんですよ。それはもう病気だからしょうがないくてやめられないんですけど、ネイルをすることによってそれが守られるんですよ。描くのと描かないのでは描かない方がいいんですが、描いてもこのジェルネイルっていうのが厚くてこれが守ってくれるんですよっていうのもあります。私がネイルしてる理由は1本でもかけるともう傷だらけになっちゃうこの証拠の画像ですよ。これわざと自分で傷つけたわけじゃないですよ。っていうのでネイルをしてるんだけど、まあネイルするならさ私は派手がいいわけよ。もう憧れ中里依紗さんなんで、なので派手にしちゃってるからまあよく言われがちなんだが、ネイルイコール鋭くて危ないものって思ってる人がいたらちょっと一回それをちょっとバーンってやってほしいなって、世の中に広まってほしいなって思う。でスカルプっていうのがあるんだけど、スカルプは長さ出しって言って爪の上になんかジェルみたいにのせて、まあ、長さをこうね出して厚みを入れるんだけど、あれの方が逆に一番厚いのよ。長くて危なって思うじゃん。目に入ったらどうしようとかさ、人に刺さったらどうしよう。マジでそんなんないからない。私スカルプ一時期ハマってて長くしてやってたんだけど、あれの方が爪が厚いからマジで安全だった。でねなんかいやネイルしてるから爪が薄くなるんですよっていう人もいたわけよ。でも分かる、それは確かにそういう事例もある。そのネイリストさんによってはその削られすぎちゃって爪がね、地爪がこれはやっぱ取る時にさウィーンって削ったりするんですよ。で爪が薄くなって鋭くなってるからやめた方がいいよっていう方もいらっしゃるんですけど、私もともと薄いのよ。マジ薄いからネイルしないと本当に肌傷つけちゃうんです。だからネイルは続けてます。だけどさすがになんだっけ38 2週何かあるか分かんないじゃないですか、ね、妊娠って、出産って。で、なんか指にはめるさ、こう言ってなんかピコンピコンみたいな血圧とか測るやつをやらなくちゃいけないんだって。だからそれをやらなくちゃいけないのに、このジェルネイルがあると正確なやつが分からんから、取りましょうねって言われてるので、それはさすがに、いや、うるせえ。俺は肌を守るためにそんなのもしないって言ったら、それは話がないんだよね。赤ちゃんね、かわいそうなので、先生とお話ししてギリギリまでネイルしたいんです、肌を傷つけてしまうからね、もうボロボロになってしまうから、でも赤ちゃんのことは何よりも優先なので32週せめてね、その何かがあるかもしれないとか、体調が今ちょっと危ないとか、自分がもうなんか子宮が開いてきてるとか言われてるんだったら気をつけますけど、私は今すごく健康、今のところですよ、大丈夫なのと、先生からは32週にはネイル取りましょうねって言われてるので、それは守る気でいますのでご安心ください。もう怒るのが早いやん、本当にマジで皆さん、マジで一回待って、分かってて、本当に。ね、見てる人はね、今思ってないかもしれないけど、多いな、なんか急いでる方が大丈夫大丈夫、ほんまに大丈夫、もう私のことなんか気にせずっていう感じだけど、一応動画に出さないと、一回この動画見てくださいって言ったら楽なのよ。いちいちコメントね、怒ってる人いるから、私はこういう理由でって返すのはね、その私のために多分言ってくださってるから、怒りをね、だけど一応動画でちょっとすいませんけども、32週までには撮る予定ではおりますし、ちょっとこの爪は派手でふざけているように見えるんですけども、本当にハートピーにはネイルマジおすすめってぐらいの肌を守る大切なやつなので、はい、ということでね、それはお願いしたい。で、ちょっとね、ツイッターでね、愚痴ったのよ、私。この一回このことでめちゃくちゃ言われてきたから、いや、この傷ついた写真あげて、いやネイルは守ってくれてるんだよなみたいな、だからしてるんだよなみたいな、結構共感の声が上がったのと、意外に多かったのが、おばさま方がやっぱりうるさいなって、世の中のおばさま方がちょっとやっぱり派手なんじゃないのみたいなとか、なんかあるらそうなのね、世の中の人たち大変。うちはさ、やっぱ仕事がさ自由ですからさ、いいじゃないですか。でも飲食店とかさ、あとはオフィスレディーとかだと人の目に触れるから、こんなガチャガチャだとさ、ちょっとさね、印象が悪かったりするじゃない。っていうので結構ネイル問題、女の子はあるみたいですね。はあ、なるほどと思って、未だにそういう憧れ、デコデコネイルしたいけどできないんですって人って世の中でめっちゃ多いんだなと思って、その歪みでこういう派手な人にガッてこう来るっていうところがあるんだろうなと思うんですけども、なんかね、皆さんそのなんかイライラせずに過ごしていただきたいんですけどちょっとなんか私の場合なんかイライラしてる人おるのかな、知らんけどな、なんかもっと穏やかになんか生きてほしい、んだけど、みんなダメ、そんなうまくいかないから、人間関係、誰にこれ向けて言ってんのか分かんないけど、みんなもなんかあんまり真に受けすぎずさ、いろんなことを乗り越えてほしいなって思うよ。ということでね、今日の動画はこちらで終わりたいと思います。皆さん、怒った方がいたらすいません、めんごめんごということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひ、そして拡散をお願いします。拡散、はい、ということでね、今日も見てくださってありがとうございました。皆さん、なんだ、悪いやつには気をつけて。なんで電話してくんね、今もうすぐ終わるから、やめろ。誰だか知らないね、この電話番号は知らない電話番号買ってきたけどね、このタイミングで。ということで皆さん、またねー、バイバーイ。